自由に海をかける海賊たち。しかし海軍によりその情報はねじ曲げて伝えられている。彼らのありのままの姿を伝えたい。そこで俺は考えた。遊びを通じてなら海賊たちの活躍を世に広めることができるのではないかと。僕は今探し始めた。水しぶき上げて果てしなく続く世界。溢れ出す情熱を胸にどこまでも行くよ。まだ見ぬ光求め。夏色太陽が心の方を揺らせば新しい世界への扉を開く合図。波間に揺れてる絶望を抜けて水平線の向こう側。 Yeah, 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 目指して僕は今探し始めた。水しぶき上げて果てしなく続く世界。TV アニメーションワンピーストレジャーバトル。ストーリーだ。親愛なる仲間たち、アラバスタ近海トレジャー諸島発、いよいよトレジャーバトル大会の開催だ。これまで取材してきたあの海の猛者どもが一堂に会し、死闘を繰り広げるのだ。どんな願いでも叶うという俺の手にあるこのトレジャーカードを求めて。ブルーベリータイムズ社敏腕記者ロッキーより。おお、始まるぞトレジャー。ここですね、ナミさん。トレジャーバトル大会が開催される島ってのは。そうよ、会場配達の新聞に挟まっていた招待状がハッタリじゃなければね。書いたことがどんな願いであっても叶うというトレジャーカードが優勝商品ってのもかなりハッタリっぽいしね。そんなもんもらっても嬉しかねえ。で、どこにいるんだそのハッタリさんですか。おい、人かよ。トレジャーバトル。おめがハッタリさんか。俺も有名になっちまったな。いかにも敏腕新聞記者ロッキーハッタリとは俺のことさ。おい、人だよ。 OK、 レディースアンドジェントルメン、 Are you ready? 最強の海の猛者を決定するトレジャーバトル、いよいよ開幕だ。何人で遊ぶんだ。誰にするんだ。早くくれよトレジャーカード。俺すっげえ叶えたい願いがあるんだ。 Just a moment please。 そう簡単にはトレジャーカードは渡せねえツルルだ。世界に誇る情報網と配達ネットワークを持つ我がブルーベリータイムズ社主催トレジャーバトル大会に二人一組で参加して数々の競技にチャレンジしてもらおう。その頂点に輝いたチームだけがトレジャーカードを手にして望むままのお宝を手に入れることができるのだ。の、あれ、皆さん、二人一組って聞いてなかったから、みんなでくじ引き中なんですよ。すみませんね。ねえ、新聞記者さん、カードが叶えてくれる願いって、例えば祖国の幸せを願うってことでもいいのかしら。できましたらお金とか宝の地図みたいな現実的なものが嬉しいのですが、
あ、いや、ふさわしいのですが、まあ、なんとかなるでしょう。本当？じゃあ私、頑張るわ。おーし、決まった。ビビ、俺とチームだ。頼むぞ、ニカニカ。え、肉？ナミさん、このプリンス様がどこまでも姫をお守りします。優勝した暁には足を引っ張らないでね、サンジ君。行くわよ、お宝お宝。何か秘密兵器でもあるのか、ウソップ。バカ野郎、いくらでもある。さらに優勝したらウソチョ最終兵器をゲットと行こうぜ。え、ほんと？ウソチョ最終兵器ってどんなだ？まったく、トレジャーカードなんてマジに信じやがって、能天気なやつらだよ。俺はちょっとした運動になると思って参加してやるだけさ。あんたもそうだろ？お前と俺が組んじまったら運動にもならねえくらい楽勝だぜ。ってことは優勝は間違いねえさ。カードになんて書こうか。カードにね。そうか。よーし、勝ちに行くぜ。なあ、トレジャーバトルってどんなゲームだ？宝箱を奪い合ってゴールまで運び、船が到着したら勝利なんですって。 That's right! さあ、トーナメント1回戦はルフィ&ビビチーム VS ゾロ&エースチームの勝負だ。寝てるわ。しかも二人とも、なんて余裕。で、じゃあ俺も寝るか。ビビ、ゴール頼むな。全員、起きなさーい。トレジャーバトル。傷は剣士の恥、突っ込んで。よっと、ラズに行こうぜ。レディーゴー。ほら、これだ。負けないわよ。ふやっ、ふやっ、よいしょ。ふやっ、これがり。えっと、たとえぬ。エースに勝っちまった。お前の方向音痴で負けちまったぜ。あんたも食い物ばっか探してただろ。ルフィさんはその両方でした。そ
チョッパー悪いけど負けねえぞ。やばい、ルフィが相手だぞ。どうすんだ、なんか作戦あるのか。題してルフィまっしぐら作戦。片っ端から肉を探し出してそれを餌にルフィの気をそらす。耳だけなら勝機はあるぞ。そっか、その手があったか。さすがウソップ、絶対俺引っかかるぞ肉には。第1回戦もそんなルフィさんを横目に私が頑張って勝ちましたけど。ベビー頑張っておくれ。そんじゃ2回戦勝負スタート。トレジャーバトル、ベビー、いくぞ。さあ、頑張りましょう。キャップだ。特にビビに負けた。作戦はうまくいったのにな。あー、くったくった。しかしビビは強えな。え、そうかしら。じゃあ次も頑張っちゃおう。お、ビビちゃん、ご無事でしたか。お互い変なのとチーム組んじゃって大変よね、ビビ。いいえ、サンジさんの方がちゃんと守ってくれそうで羨ましいです。なんだって。ほら、ルフィ、ちゃんとビビちゃんをお守りしろ。あ、わかった。じゃ
本気出すぞ。バカ、あんた何あいつに本気出させてんのよ。まあまあ、チームワークが乱れるとトレバトでは命取りだぜ。じゃあ3回戦ファイト。トレジャーバトル、イエーイ。料理してやるか。レディーゴー。お宝フラットフォートブック、魅惑のメマイガンアンドクタッチストレークスラッシャー。はーい、そったな。ナミさん、申し訳ございませんでした。このサンジの力に至らず。ねえルフィ、あんた優勝したら巨大な肉をあげるからさ、トレジャーカード譲ってくれない？どうせ同じことだし、いいぞ。何が同じなの？ダメです、ルフィさん。準決勝は変則ルールによるバトルが繰り広げられるぜ。どんなバトルになるかはお楽しみ。おっと、次の対戦者は あんた一人じゃダメだっつーの。冗談じゃないわよ。なんで二人一組なのよ。あちしは一人で男で女、一
一人で二人、これでここまで勝ち抜いてきたのよ。いいじゃないのよ。いや、そう言われても。あら、でもあんたいいよ。あんたとならダンス踊ってもいいわよ。 Shall we dance and you clap? ポンちゃん、よかったな。いいパートナーができて。 Thank you。 あら、麦ちゃんにお姫様じゃないのよ。ご機嫌デューガー。あちしたち負けないわよ。ミスターズ、私たちだって絶対負けないわ。つうわけで、なぜか俺も参戦。準決勝のバトル形式はこれだ。クロスカントリー、
やっぱあんたたちにはかなわないわんが。いやー坊ちゃん、そのアヒル聞いたぜ。ちょっとこれスワンよ、スワンスワン。何しろいよいよ決勝戦に進出よ。アラバスタのみんなを幸せにするという願い、もうすぐ叶うわ。しつこいですが、ある程度現実的な願いをぜひ。ガク、くだらねえ、こんな子供騙しの競技に支部会の俺が出場するなんて。あら、いいのかしら。トレジャーカードが手に入れば社長の野望は何でも叶うらしいわよ。うるせえ女だ。さて決勝の相手はどこのドイツだ。3分で片付けてやるぜ。おお、素直にクロコダイル、なぜここに。うん、麦わらにミスウェンズで、こいつはちょうどいい。二人とも始末してトレジャーカードもいただくとしよう。主催者のあなた、なんでしょう。ミスニコロリ。あら、さすが敏腕新聞記者。私のこと知ってて。それより、私たち優勝するけど、トレジャーカードがあの男の手に渡ってもいいのかしら。本当のことを知ったらあなたも始末されるかも。さあ、クロコダイルが出場するなんて予定になかったことだし、困った。やっぱりね、どんな夢でも叶うカード。あの男の強欲な夢を叶えられるものか楽しみね。へえ、さて、いよいよファイナリストが退治します。海の最強の猛者を決定するトレジャーバトルの決勝戦、ルフィ&ビビチーム VS サークロコダイル&ミスオールサンデーチーム。トレジャーカードをゲットするのはどっちだ。頑張れルフィ、ビビ。さあ、お宝をゲッチュ。よし、ズビビ、あいつをぶっ飛ばしに。はい、ルフィさん、アラバスタ国民の幸せのために。それじゃあバトル、イエーイ。それで十分さ。私の邪魔はしない。レディーゴー。はい。魅惑のめまいガン、アンドクラッシュストレンクラッシャー。よっしゃ、やばい。Thank you.
なんだと。食べてないわよ。なんだと。はい。よし。おりゃ。はい。逃げられると思ってる。カネズ。ブレッド。サトリング。ブレッド。サトリング。悪い親の子。ブレッド。サトリング。やったね。カネズ。ブレッド。サトリング。Thank you.
よっしゃ優勝だ肉おめでとうございます。これが優勝商品のトレジャーカード。うん、ルフィさん、あなたのおかげでトレジャーカードを手に入れることができたわ。ありがとう。命拾いしたわね、あなた。いや、まったく。あ、やば。今度王女様の夢を叶えるために手を打たなきゃ。急げ。ロッキーハッタリー、興味深い人。キビ、お前のために頼んだぞ。一緒に食おうぜ。なんでこれが私のためなのよ。アラバスタが幸せになるにはお前が笑ってなきゃダメだ。うめえもん食えば笑いたくなるだろ。ルフィさん、国を救ってくださいは絶対無理だった。親愛なる仲間たち、戦いは終わった。俺の取材ノートにはより詳細な彼らのデータが記され、次なるカードの構想に思いを描いている。トレジャーカードはただの白紙に過ぎない。しかし彼らの絶対的な信頼に結ばれたチームワーク、終わりなき夢と揺るぎない信念、受け継がれる意志と時代のうねり、俺はこれからも白紙のカードにこれらの出来事を魂を込めて書き続けていくつもりだ。海の英雄たちの生き様が刻み込まれたトレジャーカードを待ち望む世界中の子供たちのために。僕は今探し始めた。水しぶき上げて果てしなく続く世界へ、溢れ出す情熱を胸にどこまでも行くよ。まだ見ぬ光求め、夏色太陽が心の方を揺らせば、新しい世界への扉を開く合図。波間に揺れてる絶望を抜けて、ついで一線の向こう側、yeah, yeah, 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 目指して。僕は今探し始めた。水しぶき上げて果てしなく続く世界、フロム TV アニメーション、ワンピース、トレジャーバトル。